七面侍の主演舞台、マサラは、ほぼアドリブ。9月4日東京、新橋演舞場で、舞台、マサラ、のゲネプロ初日前会見が行われた。会見には、主演を務める七面侍、中村レや佐々木大光、元高勝樹、菅田林寧、紺野大輝、矢花玲が登壇した。物語は、高校時代を共に過ごした春樹、中村、高、 佐々木、和人と、元高段、須田良太郎、今野、慶、矢花が、あることがきっかけで再集合するところから始まる。青春時代に思い描いていた未来像とは違う今の自分にやるせなさを感じながらも、仲間との再会をきっかけに今の自分と向き合っていく。まさらに込めた意味を問われると、中村は、まっさらだから色付けられる白いキャンバスみたいな意味を込めているんです。 見る方々、いろんな自分に落とし込んでみてもらえればなと思っています。僕たちもこれから芸能界で活躍していく上で、まだまだ着色できることがいっぱいあるので、皆さんとの思い出の中でどんどん色づいていけたら、と語った。元高が、数とと近しい部分もありますが、内面的なところは結構遠い今度は、役の中でのギャップを皆さんに楽しんでいただきたいと。 メンバーが自身の役の魅力を狩る中、矢花は、僕の演じる系という役柄は、まさラのストーリーが始まるきっかけとなるキャラクターで、他のメンバーからは、座長、と都合よく使われております、と、いつものナナメン侍らしい愛のあるいじりを受けていることを告白。今回の脚本は、福田なるししがナナメン侍の YouTube を見て、それぞれに合うようなキャラクターを考え、 制作されたそう。一番役と近いメンバーを聞かれると、タカ。そのまますぎてステージで代行って呼びそうになる、と中村が即答。佐々木も、僕も、この役に関しては役作りを何もしてなくて。みんなで役に対してどう向き合うかのレクリエーションがあったのですが、僕はいつも通りで、と答えたら、うん。タカはそれでいい、と言わた笑い。 と稽古を振り返った。そんな鷹と須田演じるダンは真面目なシーン以外はほぼアドリブだそうで。今回のゲネプロでの物語の冒頭でタが上半身裸になるシーンもアドリブ。巻き込まれたヤバナは日常茶飯事なので、と日頃から共に過ごしているメンバーならではの余裕の表情。今の七面侍を色で例えると何色問われた佐々木はレインボーですね。 六人六色みたいな。一人一人おのおのが違う色を持ったグループですので、一色というよりかは、六色が集まったなんか変な、汚い色、と回答に詰まり、メンバーからはそう突っ込みが。全部混ぜると黒になっちゃうから、と困惑する佐々木に、中村がマーブルで、そこにファンのみんながきらめきを入れてくたら素敵な色になるんだよね、と満点のフォローを。 今年の夏は、全国ツアーに舞台と常に一緒に過ごしているメンバーたち。佐々木によると、北海道のライブから帰って、そのまま埼玉の工場で稽古があって、移動も食事もずっと一緒で、ちょっとそろそろ帰りたいね、となったこともあったという。また、まさらにちなんで結成当時のことを思い返す機会があるかを尋ねられると、須田が、 未だに楽屋で昔に撮り合った動画を見て思い出話をよくしていますね。と仲の良さを見せた。以下、物語のネタバレあり。K はおばあちゃんにもらったカメラで撮影していたところ、派手に転んで骨折し入院することに。久しぶりに病室で集まった6人は、K が過去に撮影した写真を見ながら思い出話に花を咲かせていく。 本作は9月4日から29日まで新橋演舞場にて上演される。